私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。始まったプリン。応援してくれるみんなを紹介するよ。琵琶湖の日プロジェクトと仲間たち、行ってみよう。アンギャを応援してくれているフィールさんにおっさんがお邪魔したよ。どんな車を取り扱ってるの？昔の若い子みたいにエアロをつけてとかコテコテの車よりもやっぱり家族で使える、楽しめる、まだどっか行きたくなる車っていうのを一番に全国販売させていただいて、ね、メーカーさんでできない、僕らでしかできないことをやっぱり伝えたい、広めたいっていうのが一番なので、基本何でもご要望に応じてうちの職人が一から手作りで作ってますので、車は、はい、その車っていうのは単なる移動手段やったらやっぱりレンタカーでもいいし、どこか借りてきてもいい、何でもいいになるんですけど、やっぱり一つの買っていただいた車を通してあちこち行くのもやっぱり楽しい、行っても楽しい、道中も楽しいっていうのをやっぱり体験していただきたい。実際の車を見せてもらったプリン。いろいろな家族 のシーンによって使い方によっていろいろご紹介できる車っていうのは展示させていただいてますね。ハイエースとあとはキャラバン、はい、になります。日産の車ですね、はい、室内の空間自体をお客様とご相談させていただいて、理想の空間、別荘だったり、海の家だったりホテルだったり、リビングだったりとか、お客様のお好みに応じて、床の色、また家具の色も全て一から決めていただいて車を一台一台製作する形になりますね。くつろげる空間の車からちょっと高級なお車、リムジンの中のようなイメージの車も様々揃えております。フィールさんがカスタムするハイエースやキャラバンならロングスライディングでシートアレンジが自由自在なんだよね。対面シートもフラットにもなっちゃう。家族みんなでお泊まりできそうだね。すごい。こちらになりますと、ハイエースっていうのはもともと貨物の車、1ナンバーの貨物っていう車になってしまうんですけども、その貨物ではなくて登録自体を3ナンバーっていう乗用車に変更させていただいて、このようなちょっとオットマンのついている豪華なシートに変えたり、これをできるっていうのは全国で弊社しかございませんので、はい、この1ナンバーから3ナンバーに変えるとか、4ナンバーから5ナンバーに変えるとか、貨物から乗用車に変えるっていうのはこの全国で弊社しかできませんので、車検も貨物の番であれば1年車検になってしまうのが、こういった乗用車になると新車時であればもう3年ついてきますし、あとは2年車検で行けるようになります。ビワイチアンギャを応援してくれてるカスタムハイエースの専門店フィールさんにお邪魔したで。これ全部フィールさんがカスタムしたハイエースの車の中なんですよ。ハイエースのフィーリング、お家みたいやな。フィールさんのカスタムハイエースがあればご家族で快適にオートキャンプや車中泊が楽しめます。車内広々、多彩なアレンジ、お客様の注文に応じて内装、家具を製作してくれるそうですよ。夢膨らむな。
ハイエースの荷室に高級シートを設置することもできます。貨物から乗用車にチェンジして車検期間も延びます。お得やな。家族の思い出いっぱいできるフィールのカスタムハイエース、4月1日琵琶湖の日。リアル宝探し in 滋賀県開催中。県内19エリアに隠された信長の秘宝を見つけよう。参加無料。8月31日まで。詳しくは検索。おかげさんちゃん。おかげさんちゃんで45周年。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安のおっさん琵琶湖一周あんや。7周目の今年は初心に帰って滋賀県庁からスタートしたよ。この4月24日晴天の下で安野さんが7周目の琵琶湖一周行脚にスタートされますので、みんなで応援したいなと思って私も駆けつけました。滋賀県も知事もみんなで応援しますのでよろしくお願いします。気をつけて行ってきてください。ありがとうございます。この立派なイチョウ、なんかいわゆる違うの、読んでみて。機械寺のイチョウ、2株、うん、機械寺旧境内内に位置していましたが、大津駅前通りができるのに伴って、うん、中央分離帯の緑地として保存されます、うん、南北に並ぶ2株は、おー、信号関係、イチョウでええわ。じゃあ、イチョウ行くか。はい、よろしくお願いします。今の分かってくれるか。分かりました、はい、イチョウが下がってる。分かった、分かったっていう反応しないと何遍も言うよ。あ、分かりました。ちょっと前方道ちゃんとあるから、この木登って調べてくれ。大丈夫です、登らなくてもあの見通しはいいです。ほんま登るやつと思うよな、はい、あの滑りやから無理やわ。あ、僕人間ですよ。あとでちょっと、はい、ネットを調べてほしいんやけど。ネット方、はい、何月並みの気温とかいうの書いてあるんやから、せめてそんなんでもあったらわしも笑わしゃあないやろとか、はい、みんなにちょっと心配してもらえる感じもあるっていうのも、はいはい、確かに。あら、これはこちらこそ、はじめまして。はじめまして。うん、泊まる。元気ついたわ、行ってくるわ。頑張って。
行く行く。まだ先のこと考えたらな、ちょっとブルーになるけども。うん。草津くるとまず行くか。一周するんです。うん。はい。頑張って行ってきまーす。後ろにあの Google ストリートビューのあの車があるんです。え、Google ストリートで寝る？違います。Google です。Google ストリート寝たらあかんがな。インターネットで寝てる。ダメです。あの歩かんとあかんの。いや違うんです。インターネットの Google です。のあのストリートマップの。あ、タックルが要はルート調べてるやつかいな。あれすごい詳しいところまで写真が載ってるんです。今そこ通ったんです。ほんま。なので安野さんがこうアンギャで歩いてるところが映るかも。かも。カモちゃんを買い潰す。あ、そうです。あ、そこじゃない。そこじゃないんです。あ、違う。はい。まやけど、なんか時々ほら、あれ、あのナンバーとかモザイク入れてるやん。そうです。はい、足顔に入らないから大丈夫。大丈夫やと思うよ。それは、はい、大丈夫やと思う。こっからは路面ネイチの旅なの？いや、ぶらりタックルと自分の安野さんの足の旅。だから3日以内で路面電車しか乗ったあかん旅行くんやろ。いやいや、あのだからパクってるからそれ。琵琶湖一周もできないですね。はい、パクってるはできんわな。できんわ、もうええことなくて。ほな、まあ別プラン2で東横インで一服していこう。いや、ないです。プラン1も2も3もないです。プラン0のこの一周東横インあかんの？ダメ。安野さん、路面電車が。あ、来た。わーい、電車だ。小学生。行ってらっしゃい。乗りたいな、これ。あ、なんか鳴ってる。あれ違うの？はい。ラーメンできたん違う。いや、違う。3分のあれじゃない。もうちょっとじゃあ、ブルブルって言うやつで、飛んでくる。あ、ブルブル言いました。行きましょう。いらんこと言ってた。結構時間経つからな。あの赤十字さんでちょっと CT かなんか撮っていかない。大丈夫？熱すぎるやけど。あの CT より大丈夫。ほんま？はい。うん、あの輪っかの中に入らない。輪っかの中、はい、あ、そうかいな。でもバリウムバケツいっぱいから飲めるで。いや、もういいです。そんな必要ないです。バリウム飲める。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。